どうしないで、みるちゃん。ごめんなさい。こんばん、みるみる、アンニミルだよ。みなさま、こんばんは。つくもバーチャルショッピング第何回？9回始まりました。ということで、本日の MC 務めさせていただきます、アネルタンです。そして一番向こう、ミミです。そしてその隣、はい、プレゼンターのつづらさんであります。はい、そしてでは、あれ、ゲストの紹介もう言っちゃってもいいですかね。もうちょっと、はい、この可愛さが溢れているゲスト言ってもいいですかね。ということで、はい、本日のゲスト、おどうぞお願いします。アニミルです。よろしくお願いします。イエーイ、イエーイ。ねえねえ、まあ9回って言ったけど12回だったわ。12回。あれあれあれ、台本9回なんだ。台本が悪いんだ。私がまるっと台本読んでるのがバレたということで。はい、失礼いたしました。第12回です。あれこの前何回だっけなとか思ってたんですけど、はい、うっかりやりました。ということで、私、あ、で耳以外はなんかいろいろついてますけど。そうだよ、待って、ごめんなさい、一言言わせてください。一言言わせてください。あの、取られたね。いや、これ私の私のものなんで。はい、はい、すいません、地上放送としてはよろしくないんですけど、みるちゃん、ジャンプ、はい、バーチャル台湾ハーフ女子 VTuber のアンニン・ミル殿であります。よろしくお願いしまーす。なんと日本語、英語、中国語、三角語を喋れるトリリンガル、はい、ということで、すごいありますな、本当に。日本語はそこまで上手じゃないので、よろしくお願いします。いや、十分だわ。それは何、私に喧嘩売ってる。いや、そんなことないよ。喧嘩売ってるよ。喧嘩するか。挨拶してみてほしい。いや、待って、この喧嘩のせいで何も届いていない。見るだな。中国語でちょっと、せっかくだからご挨拶してみてほしいな。はい、ぜひここにお願いします。みなさん、はじめまして、アニミルです。日本語も中国語も英語も多少は喋れますが、配信は大体中国語で配信されてます。よろしくお願いします。はい、じゃあ、リクエスト、はい、じゃあ中国語で、じゃあみんな、アンニンのこと好きになってねって言ってください。3、2、1、キュー。大家喜欢你的哦。かわいい、かわいい、かわいい、ありがとう、かわいい。みんなかわいい、みんなかわいい。みんな、ミルのお嫁さんになってくれませんか。今、あなたがお嫁さんです。イエイ。まあ、こちらはね、ショッピングの番組ということで、まあ、ね、はい、もしね、最後時間が余ったらちょっとね、いじくり倒していこうかなと思うので、皆様、はい、ぜひまず商品の最後まで見ていただければなと思います。はい、今回はつくもバーチャルショッピング国際交流台湾スペシャル。イエーイ。そう、それでね、せっかくだからミルノのこれ、読んでほしくて。あ、任せてください。まずそこら辺の延命祭の中国語はもしかしたら読めるかもしれない。ハンはテスト。テスト。もう一回どうぞ。読めるの。ハンはテスト。なんかそれっぽくない。ハンはテスト。違う。ブー。正解は微信集団。微信集团。はい、この中に何社か台湾メーカーじゃない会社がありまして。すいません、ヒント、何社かだけ教えてください。教えてください。すいません、
仕方がないな。おめえは知らねえだろ、絶対。ミルドの、ミルドの意見いくでありますか。いや、いや、かわいそうだから教えてあげなさい。五社だね、五社が、五社ね、五社違うって。五社違う。え、全然。これ、レーザーは違う。あ、レーザー違うの。そうなの。そうなんだ。多分レーザー、お、ピンポーン。ピンポーン。これゾータックは台湾。あ、台湾なのか。ゾータック台湾。うん、すごいすごい。じゃ、違う、台湾じゃないの。騙されとる、騙されとる。騙されとった。違うでありますな。ここのコメントにすごい。騙されとった。騙されたのなんか違うんでありますよ。かわいい。イエイ。はい。じゃあ勝負だ。じゃあ次、次なんだと思う。次はね、多分マウスかキーボードどっちか。じゃあ私ね、マザーボードだと思う。ミノはマウスかキーボードだと思う。じゃあマザーボード。じゃあ、じゃあ、じゃあ負けた人は何、一発ゲームする。どうしよう、どうしよう。オッケー、いいよ。次、次、次、次。ということで、次の商品をご紹介させていただこうじゃないでありますか。正解よ。正解よ。じゃーん。はい。イエーイ。ありがとうございます。ありがとうございます。みなさん、ありがとうございます。お前らグルなの。いやいや、何もないよね。何も知らないよ。コメントで、あの、何してほしいか、罰ゲーム何してほしいか落としておいていただいて。じゃあ、ミルドの、ミルドの、はい、じゃあ、改めて勝負。いくらだと思う。いいよ。いくら。いくら。じゃあ、え、ミルド先生はいくらと思う。え、なんで私先に答えなきゃいけないの。おい。じゃあ、じゃあ、じゃあ、さ、うーんと、3500円。3500円。なあ、ミロは、3000円。3000円。うん、よっしゃ、じゃあ、勝負だ。では、行くよ。じゃあ、つづらさん、行くよ。はい、つづらから発表させていただくなります。はい、正解は、ディ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 、じゃーん。ショッピングでございました。それでは最後に告知をさせていただければなと思います。どって前を向けようって、前をどっちでもいいや。はい、え、ということで、ミルちゃんの罰ゲームはゴビニンや、え、ミミの罰ゲームはつけむね、最後までなし、そしてずっと踊っててください。はい、ということで、ずっと踊ってくださいにゃ。しょイエイ。はい、今日本当にね、あの、この、このつくまぶバーチャルショッピングチャンネルに来れるのすごく嬉しくて、本当にまた来れると嬉しいです。やめて、やめて。カメラそっち、カメラそっち。はい、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 
よろしくお願いします。ありがとうございます。もう返さないから。ありがとうございます。返せ私よりね。はい、ということで本日もバーチャルショッピングお楽しみいただけたでしょうか。今回はね、国際交流スペシャルということで、みるちゃんにちなんだ商品もたくさんご用意させていただきました。もうね、見学のはずがめっちゃ喋る人に、限界化する人に、むくれる人に、なんか勝手に勝負仕掛けて打ち込む。あので最後にバイバイってなんて言うんだ。バイバイってか、またバイバイはバイバイだ。バイ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 だった。またねー。またねー。ちとってユニークのフィンター。かっこいいフィンターズビ